自分の人生はやっぱ一度きりなのでなんか後悔しないようにね何事も恐れず自分の好きなことを突き詰めていきたいなって年々思うんですよね多分僕も史上最強僕自身もふんわりとしてる人間になってると思います。若い時の自分も好きなんですけど今の自分が一番好きだなって言えます。

お願いしますよーいスタート12345草なぎ剛さんが柔らかに風になびく布に包まれ優しい笑みを浮かべているのはふんわり感にこだわったトイレットペーパーの CM 撮影での一コマ優しく柔らかいということがコンセプトなので笑顔あふれるというかなんかこう包み込まれるような。 そんな表現を志して頑張りました草薙剛さんの優しさあふれる表情に注目の完成した CM がこちらです最高のエリエールに出会いましたわわしっかりしてるいい香り毎日肌に触れるものだからエリエール史上最高のふんわり感しっかり丈夫に仕立てましたなんだか家の中に 笑顔が増えそうですこりゃあ最高だわ家族の毎日に一つ上の優しさを「ザ・エリエール」ロイヤルタッチ触ってください驚きますよ「エリエール」香りもすごく良くてうんで本当に今日撮影で初めて手に触れたんですけどぬくもりがあるというか優しいなって CM のテーマ「笑顔の大切さ」にちなみ。 草薙剛さんが毎日を笑顔で過ごすための人生の教訓を明かしました毎日楽しく挑戦することが日々の輝きというか自分の人生はやっぱ一度きりなのでなんか後悔しないようにね何事も恐れず自分の好きなことを突き詰めていきたいなって年々思うんですよね。いつになっってても失敗から学ぶことってあるんで どんどんこれからもいい意味で失敗の中からいろんなことを学んでいつまでも成長し続けられる自分でいたいなと思ってます多分僕も史上最強僕自身もふんわりとしている人間になっていると思います若い時の自分も好きなんですけど今の自分が一番好きだなって言えます草な薙剛さんが一度きりの人生を 悔いのないよう過ごす教訓とともに今の自分が一番好きな理由を明かすテレビ朝日 AI アナウンサー花里結菜がお伝えしました。